こんばんは、三見と申します。今日はですね、心美ツアーズ、ボリューム2、お披露配信編ということで、ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。今日はですね、私一組目、ね、三見と申しますけれども、三見と、そして2番目に彼子板染さん、そして3組目はですね、池田正樹ということで、この3組でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。セイヤリトルプレイヤー。あなたは知っているだろうか、眠れぬ夜のお話を。それは時に残酷で、それは時に温かい。あなたは知っているだろうか、眠れぬ夜のお話を。ありがとうございます。セイヤリトルプリテッドですね、という曲をお届けいたしました。どれぐらいの方がね、見てくださってるんでしょうかね。全然あのチャット欄もね、空いてますんでね、お気軽にコメントとか、時々あの私の左手側にね、携帯を置いているので、あの覗いてみたりしながらね、行きたいと思いますんでね、よかったら参加してください。ということでね、2曲目お届けしていきたいと思います。ノーレインノーレインボー。悲しいことを笑い飛ばせ、
信ライブなんですけれどもね、なんだろうな、この緊急事態宣言の中でね、こうやって演奏ができて、誰かの、ね、耳に届けられるっていうのはとても嬉しいことだなというふうにね、思ってます。そしてね、今日は3組でね、ここスタジオレスト、普段はね、レストはこう地下にあるライブハウスなんですけど、今日はね、同じビルの中の1階にある別館みたいなところでね、そこからお届けしてるんですよ。なんかレストってわかるよね。私ちょっとね、私だけ座りなんで立ち位置っていうか位置がねちょっと低いので見えにくいんですけどね、こっち側のねレストさんのね表示もあったりなんかしてね、はい、なかなかねちょっと今ライブって言っても日中じゃないと難しいとかそういう状況があったりするので、こうやってね夜気軽にこうゴロゴロしたり、ちょっと酔っ払ったりとか、例えばお家でねしながら楽しめるっていうのはねちょっといいんじゃないかなっていうふうに思ったりもして、私たちもねそんな中で誰かに楽しんで聴いていただけるっていうのは大変ありがたいことだなと思ってます。ね、コッコロビツアーズってタイトルなんですけど、池田くんとね、私の企画ライブの名前になってまして、なんでツアーじゃなくてツアーズなのっていうところなんですけど、なんとかツーリストとか同じ感じなんですよ。要するにこうなんていうんですか、こう音楽っていうものをね、こう旅に例えて、そんな旅に、ご一緒してもらおうというか、ご案内しましょうっていう、要はその添乗員的な立ち位置ですよ。なんかね、楽しい時間に、いざないましょうみたいな、ちょっとそんな偉そうなところではないんですけど、まあ、そんな感じのね、イメージのタイトルになってまして、で、それの、今回は2回目ということでね、はい、私が、今日の3組の中で、もちろん一番のんびりしているので、まずのんびり聴いていただければなと思います。ことごとという曲をお聴きください。
いたしました。ありがとうございます。これ、私の携帯はチャットが見えないんだけど、これは見えてないだけなのかな？それとも、チャットは動いてないのかな？よくわかんないんですけど、あ、すっごい見えてた。ありがとうございます。今見ました。ありがとうございます。皆さん、はあ、拍手してくださったり、コメントしてくださったり、今気づきましたよ。本当、どうにかしてる私の携帯。あ、うん、髪切ったよ。ありがとうございます。はい、ということでね、ことごとという曲をお届けしました。次もね、ちょっとゆっくりした曲いきたいと思います。普段ね、カホンと一緒に活動していることが割と多いんですけどね、今日は一人なのでちょっとまた違う雰囲気でね、最後までいきたいと思います。ソングバードという曲を聴きください。風が強いと僕は運べず、君を思いただここで泣いた。そして歌っている。
はい、ありがとうございます。ソングバードという曲をお届けいたしました。ありがとうございます。ね、拍手くださって本当にありがとうございます。たくさんの方、何名、19名の方も見てくださってありがとうございます。今日はですね、視聴無料なんですけど、気持ち投げ銭をですね、パスマーケットという仕組みを使ってご用意しています。さっきね、池田君のコメント欄にも投稿してくれましたけどもね、もし聞いていいなと思われた方ね、よかったら気持ち投げ銭をよろしくお願いいたします。松茸梅とご用意しておりますなんだろうね、お弁当みたいになってますけどね、うんうん、皆さんね、どんな場所からどんな、環境でね、聞いてくださっているんでしょうかね。では、次の曲いきたいと思います。フルネスという曲をお聴きください。
ぱりそんな、環境を作りたくてキャスをやってて、いろんなね、会話を文章ですけどね、私は一方的にベラベラ喋ってますけど、こうコメントをもらって会話をするっていうのをやってて、やっぱりね、私も人のキャスに行ってお話ししたりするんですけどね、一人でこうただただ黙々と喋ってるっていう状況に比べると、やっぱりこう聞いてくださってる方がね、反応してくれるっていうのがね、またなんともいい感じでしてね、すごい嬉しいなと思ってるんですよ。だからね、こうやってコメント欄を傍らで見ながらね、できるっていうのはありがとうございます、ありがとうございます、すごい嬉しいなと思います。ただね、私も今ね、注文しながら一生懸命喋ってるけど、コメント欄に拍手どうやって入れたらいいんだろうって、みんななんか上手に鉢いっぱい並べてみたりとかさ、拍手のこう手のね、アイコン使って上手にやったりとかするんだけどさ、一生懸命あれあれってやってるうちに、もうなんか次の曲行っちゃってたりとかしてすごいタイミング伸ばすみたいなね、ことがよくあるんですよ。なんかね、だからね、黙って聞いてくれてるっていうのも、ね、すごい嬉しい。それはそれで、ね、すごい嬉しいんですけど、もし気持ちが向いた方はね、どんどん会話をしてみてください。よろしくお願いします。私はね、こんな感じなんですけど、カレコレさんもね、ゲタ君もこうガッと、なんかまた私長島風なんだけど、長島さん風なんだけど、こうババーンっていう感じだけど、私はなんか沈黙しょんぼりしてる感じなのでね、のんびり聞いてもらえればという感じです。となんかね、ここまで着々と来た感じになってるんですけどね、私数間違ってないから大丈夫かな、あと2曲くらい、私の時間お届けしていきたいと思います。じゃあ次の曲、悪いところだよね、始まると思いきや始まらないってやつね、行きたいと思います。イアンストゥルリという曲をお聴きください。悲しいことの雨が降ったら傘を差してじっとその場をやり過ごしたら虹の橋が見える。そんなんじゃきっと越えられないと君は言って、遠く見つめてずぶ濡れのまま足取りを早めた。君の明日きっと晴れる、根拠はないだけど笑っておくれ。どんな時でも大変な道選んでるけど、時々はちょっとサボったりしてもバチは当たらないよ。苦しいことの風が吹いたら傘を向けて、じっとその場で立ち止まってます。明日にかかる虹、そんなんじゃきっと越えられないと君は言って、潤んだ瞳雨でごまかし足取りを早めた。雨はきっと選ばなくたってみんなに降ったからいい。
Thank you.
しかできないけど、笑っているから。
ましてカレコレ黄昏と申します。よろしくお願いします。3人組でね、いつもはやってるんで、はい、ボーカルのホワイト渡辺と申します。よろしくお願いします。あとは大丈夫ですか？あとはこいつらです。雑だな、他のランナーにしたから。いやーすごいですね、楽しい。そうですね、今日は、はい、試みツアーズということで、先ほど出られた三上さんと、はい、この後出られる池田正さんに、はい、立ち上げた、そうですね、僕ら呼んでいただいて、はい、で先ほども言ったようにここスタジオレストさんの今日別館の方で、はい、そうですね、お送りしてます。すごくいいですね、はい、この居心地の良さ。なんかね、うん、なんかなんていうんですか、女優ライトですか、うん、女優ライト、女優ライトなのこれ。女優ライトだと思うんですけど。そうなの、ちょっと漏れてるかな、はい、ちょっと見てみるわ今。あ、本当、僕が女優でいられるかな、どうですか、女優ですかね。あ、コメント、暑そうというコメント。あ、本当ですか、はい、すごいね、汗がすごいんですよ。で、そうなんですよね、レストさんちゃんと今日扇風機を用意していただいてるんですけど、ね、残念ながら全部僕がいただいてますね。そんな感じですね、はい、今日に限ってね、本当にね、すごい汗だよね。タオル忘れまして。あ、いつもね、ポケットに忍ばせてるタオルね、はい、ちょっと汗だくで今日は。え、あるの、タオルあるよ、貸してよ。あ、じゃないけど、ミッキーじゃないの、うん、なんか、風呂のタオルみたいな。あ、マジで、あ、おかしいっしょ。あ、したから、プロレスラーみたいなんじゃない、貸して、終わったらすぐ返すから、うん、いらないね。いらないすぐ、ちょっと今、じゃあタオル、急遽すぐ返すからね、うん、いや、今日は本当にタオルあった方がいいっていうのを、ね、僕、横からホワイトさんみたいに思った。本当、お、来た、いいの、あ、ありがとうございます。ふわふわ、洗濯したんだから、ふわふわ、いい匂いする、すごい。これそのまま今日返す、返してくれた。いや、今日すごいね、汗。そう、で彼プロなので、今日ちょっと暑いんですけど、さっきまで T シャツだったんですけど、ちゃんとね、本番が始まる前にはいつも、もちろんですよね、衣装、ライブ衣装、これが清掃なもんで、うん、はい、すごい、全身真っ黒、見てるだけで暑くなって、膨張色ゼロでいきますよ。今日も膨張色ゼロで、膨張色ゼロでいきますけど、絶好調ですね、はい、絶好調でいきますよ。果たして今日ワンステージ持つのかということでね、ちょっといつもやってるセットからちょっとあれでね、10分ぐらいちょっと長めになるのでね、うんうん、その分ダイエットに体力にも、力を注いでいきたいかなと。ダイエットにもなるじゃないですか、はい、終わる頃にはガリガリになってると思うんで。あ、はい、ですね、はい、はい、いいですか。え、いいよ、ありがとう。大丈夫かな、大丈夫かな、整えよう、整えよう、一回整えた、ちょっと整えましょう、時間あるから、はい、時間あるから、はい、そうですね、ちょっと興奮気味なんだよ、うんうんうん、言いましょうか。ちょっと待って、なんか垂らしてない、それ何が、昔の浜崎あゆみみたいなほら、こいつの、これうわー、かわいい狙いだ、今日も可愛い狙いでいくんですね。次の曲行こうよ。はい、じゃあ行きましょう。聴いてください。かくれんぼ。Oh,
Thank you.
ありがとうございました、本当にね。はい、どうでした、休めました。途中で出てこなかったの。何が途中で出てこなかったの。うん、出てきたよ。うん、四つん這いで入ってきたんだよ。ね、ここね。見てた、なるべく自然に入れないようにした。あ、そうなの。うん、あの皆さん、あのお気づきです、このカメラに映らないところで彼は匍匐前進して、あの這いつくばってね。一回そこでさ、こっちも見ませんでした。めっちゃ見てた。お前、ふざけんな、笑わせてるって聞いてさ、笑ってくんないかな。僕と一緒絶対笑わないようにしようって決めてて、めちゃくちゃ俺はもう目線に入れないようにしたの。いや、そうだけど、こっち見るとずるいよね、そのね、這いつくばってる姿のそっちに来てから。うん、で、這いつくばってここに来てさ、振り返ったでしょ。うん、あのサングラスかけてるから何も見えないっていう。あ、そうなんだ。そうそうそう。でも笑ってるかどうか、こっちは面白しかないから。うん、はい、つくばってる四つん這いの男がこっち見てるから。ということで失敗だったでしたね。え、大丈夫です。あの見映ってなかったかな。大丈夫かな。失敗、見えてなかったか。あ、オッケー。あ、オッケーいただきました。あ、よかった、よかった。うん、あの特典映像で、あのもしかしたらあの匍匐前進してる後ろからのホワイトさんが見えるとか見えないとかね。なのでぜひあの投げ銭いただければ特典なのかな、それ。特典映像、特典映像、投げ銭いただいた方の匍匐前進したのホワイトさんのお尻が見えるかもしれないです、ね、ただのおじさんの匍匐前進、 おじさんの匍匐前進の特典です。これやばいね、減るね。投げ銭減っちゃう、やばいやばい。本当だよ、おじさんの匍匐前進みたいなやつよね。アップ見せられただけでも多分引いてるのに、ね、何か視聴者減ってないから、ね、誰みたいな感じだけど、うわっ言った人いそうだよ、何人か。確かに確かに。よし、いきますか。あ、ちょっと今回のツアー、ツアーじゃない、このライブ面白かったのは、はい、今回三井さんが結構ね、年にね、打ち合わせさせてくれて、特にあの三井さんとうちのホワイトさんが打ち合わせしてたんですけど、はい、そうですね、はい、で、ちょっとなんか確認事項ができて、あの、かれこれの LINE グループで確認事項あったんだけど、あ、分かった、じゃあそれ三井に聞くわって言って、いつの間に俺知らない間に三井さんと距離詰めたんだろうと思って。普通に三井さんを間違えて、さあ言っちゃって。あとから言ったら、三井さんをただ5時で、ご入力でね、三井さんって打とうしたら三井って言っちゃって。俺、わざとやってると思って、うん、いつの間にめっちゃ距離詰めてる、こいつだもん。言うなよ。三井さんだったら、ね、すいませんね、ほんとに。あ、OK もらいました、三井さんから OK もらいました。三井に OK もらったけど。あれ、ちょっと面白かった。俺の知らない間に打ち合わせしたうちにめっちゃ仲良くなったの。いや、違う、ほんとに普通に、リアルに。間違えたのね、三井さんって打とうとしたのね。そう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 。三井に。言われてから気づいたからね。俺が三井って言って。え、三井さんって打ったんですか。そうそうそう。めっちゃ仲良くなってんな。そうですね。今日から三井ということで。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。聞いてください。ネバーマインド。Thank you.
次は、新曲になります。聴いてください。Don't Let Me Down。時が流れるのは流行るもので、はい、持ちましたね、なんとかね、すっげえ汗かいてる人もうさ、新井さんだったのシワシワなのシワシワでしょ、すごい汗かいてるけど、持ちましたね、先ほど見ましたけどね、先着1名の様にはね、この特典演奏をね投げていただいた方に、うん、投げ倒れしますんで投げ倒れしてるのまあ、そうだね、うん、いや、思ったね、あっという間、楽しい時間髪の毛が落ちてきたね、でもねあ、やったよね、汗にはね、はい、せいせいあ、すみません、ちょっとさっき気になってたんですけど、うん、汗飛んでないかなっていう大丈夫ですか、うん、なんかちょっと間があったんで、ちょっと飛んでんのかな、うん、コロナより怖いと言われてる、小林さんの汗コロナより怖いんですかね一説によると恐ろしいよ一説によると、うん、あ告知は告知そうですね、僕小林さんでも YouTube チャンネル、ね、あ、そうですよね、うん、あの、ケンタの黄昏チャンネルっていう名前でね、ちょっと YouTube 始めましたね YouTuber やったそうですね、YouTuber、うん、今日も上げてたよね、そうですね、今日も上げてるんで、うん今すぐ検索してください、ケンタの黄昏ちゃん。あれ、見れ視聴者減ってから、ね、そうですね、はいとりあえず1000人ぐらい目指してやりたいと思いますね。あと9000、ん ?900 何本かな、おお、960人ぐらい必要なんで、はい、YouTuber として。YouTuber の時はケンタなんですかそうですね、おホワイト渡辺という名は仮の名前です、ね、仮の姿なんだ。これはじゃあ今仮の姿を見せられてるのは僕たちは。そうなのだ急なキャラ設定が今急遽乗ってきちゃう困っちゃった、ちょっとびっくりした、ちょっと困っちゃった、イッチ今日はあれだね、半ズボンだね、そうだね、うん、前回のライブの時、革ジャン着てたんでね、いかに久々か、そうですね、はい、どうですか、半ズボンの調子は。いや前回はね、はい、ちょっとベストさんでやらせ
そうですね、別荘さんでやらせてもらってこの間ね、去年ですね、はい、半ズボンがね、肌色で、そう、ゆうやく肌色のズボンが履いてきて、うん、でちょうどここが隠れてるから、何も履いてないでやってるじゃないか、ギョークが、あのカホンのやつ下半身丸出していただいてねえかっていう、そうそう、っていうね、壁と同化してってね、疑惑ができてしまって、本当に今日はちゃんとね、うん、今日はね、色つきの、ね、抑えの色で、はい、履いてますよね、履いてますよね、本当に、ね、なんだそれ、おおおお、あと告知は何かあるでしょう。あとね、実は僕たちね、あの特別館内のツアーを予定して、今ちょっとね、緊急事態宣言 で、ね、あのなんかまだね、予定延期延期で行ってるんですけど、はい、もしこのまま解除になれば、あの、ね、また、予定通り行ってないですよね。あの、ツイッターとね、インスタグラムと、はい、あ、そうだ、はい、僕たちのツイッター、インスタグラム、YouTube ありますんで、かれこれひらがな、たそがれ漢字ということで、はいはいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。やっております、はい、またあゆ、あゆだ、そうだね。おお、驚いたか。また来た、あのさ、やめよこれ、この茶番やめよ。なんでちょっと悪役なんだろうね、仮の姿って言ったら、なんで急に口をちょっと上がる、デビルっぽい感じになっちゃう、なんかね、そのイメージがね、いいんじゃないですか、うん、はい、最後言いますか、わかりました、今日は本当にありがとうございました。最後聞いてください、ビート。
手出してください。試みツアーズをご覧の皆様、どうもこんばんは。シンガーソングライターロックバンドロボの空のギターボーカルです、池田正樹と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、みつみちゃんとかれこれ黄昏と一緒にできてとても楽しいです。脇にいたんですけどね、かれこれ黄昏の時は本当に笑いをこらえるのが必死で大変でした。ここからね、40分流して一生懸命歌いますんで、最後までどうか見ててやってください。よろしくお願いします。泥まみれば格好悪いか、ただ毎日必死なだけだ。どうやら周りと同じようには生きていけないみたいだ。もうそんな年じゃねえって、いい加減落ち着けって言い聞かせて、閉じ込めて、諦めて、強そって生きていくのか。周りと同じように、もう引き返せない、どう心の穴を今すぐに止めたいだけさ。走れ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 よ、夜明け前午前4時、走れ走れ走れ、ただ明るい方をめがけて走れ。
で走れよ。夜明け前午前4時走れ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 よ。ただ明るい方をめがけて傷つけてしまいそうな孤独に凝らなきゃ。
も伝わらない、追い続けてしまいそうなほど開かなきゃ、誰にも何にも伝わらない、明日も明後日も歌い続けたら、いつかは誰かに届くのかな、そんなことを思う皆さん、たくさんコメントいただいて、たくさん見ていただいて、投げ銭の方もしていただいてありがとうございました。まだまだ受け付けてますんで、僕の歌聴いてよかったなと思ったら、ぜひですねポチポチと松竹梅とご用意しております。
Oh,
が空に昇った。照明よ海は見えたか。憧れたあの海は照明よ海は見えたか。今もあの時の気持ちのまま YouTube も、まあ、もちろんあの今日チャンネル登録してくれた皆さんありがとうございます。あと Facebook もやってますし、ね、Twitter もやってますね。 Instagram はねたまに変な写真あげるぐらいであまり動かしてないんですけれども、あのいろいろやってますんで、そちらの方をねチェックしていただければね、あのまたライブ告知とかもしますんでね、ぜひですねまた画面の中でお会いしましょう。もう終わるような MC です。まだまだ続きます。
あるんじゃねえかみたいな、ね、何も取り柄がないっつってもね、まあ、生きてることも一つの才能だよねみたいなね、そんな曲ですね。取り柄がないという曲をお送りします。夜の終わりも決して来る。
なのでね、また心びつわず来週もね、小樽やりますんでね、あの土曜日暇だわっていう方はですね、ぜひですね見ていただければと思います。じゃあ今日はね、そんな心びつわず、あの泉ちゃんとかれこれ黄昏と私池田正樹でお送りしました。ありがとうございました。じゃあ最後の曲いきます。心の奥に火を灯せという曲でお別れします。ありがとうございました。池田正樹でした。Yeah.